市長の高島です。皆さんは平成17年3月20日覚えていますか。福岡西方沖地震、建物の損壊やけが人などが発生をしました。自分で自分の身を守る自助、地域で協力をする共助、そして行政などが災害対策を行う公助で強いまちづくりをしていきましょう。あなたと、そして大切な人のために守る大切な命。3月20日は市民防災の日。